よっしゃ、じゃあ行ってみます。行きます。怖え。あ、いきなり？あ、そんないきなり始まっちゃう？あれ、これで回転だ。あー、ちょっと待ってください。あ、ずいぶん怖いですわ、もう。ダッシュとかありますかね、これ、操作。ちょっと操作確認します。少々お待ちを。あ、この音楽まずいやつじゃない？え、どうするこの音楽着てるやつじゃないの？あ、ダッシュボタンとかないの？あ、これ後ろいるよね。え、どうするの？あ、怖い。え、近づいてる。あ、ダメか、これ。あ、やばい、左やばい。後ろやばい。やばい。絶対やばい。どうする。え、どうやったら逃げれるの？全然逃げらんないんだけど。え、走るボタンとかないの？これ。どうすればいいの？あ、でも、ちょっと、音離れてる。あー、やっべ。え？やばい。え？ここ行ける？大丈夫？行き止まりとかあるよね？あ、やばいじゃん、怖え！はぁ、あ、離れたんじゃない？あ、よかった。あ、離れてないわ。来てるわ。マウス操作してるけど、これマウス意味ないやつだ。キーボードだけだ。あ、で、近づいてきてるわ。え、なんであいつの方が速いの？え、どうすればいいのこれ。え、マジで走るボタンないの？え、で、これ、また行き止まりじゃん。え、ダメじゃん。どうすればいいんだよ。え、やばい。ダメだ。近づいてる。あ、音消えた。あ、よかった。あ、よかった。あ、左上の、音また聞こえてきた。え、ちょ、電池なくなるって無理じゃない？ちょ、でっかい顔の名前はヨシエ。あいつはヨシエ。え、どうすればいいの？マジで。ヘッドホンしてるので叫ぶのはこらえてください。頑張る。左上の電池がなくなる前に電池を拾いながら、これかな？あ、拾えたわ。あ、でも音が近づいてきた。あ、ダメだ。あ、右がやばい。で、電池どこ？電池欲しいけど。これ、あいつずっと追っかけてくんの？あ、え、もう追いつかれるんじゃねこれ。え、嘘、どうしたらいいの？マジ、何にも進められてないんだけど。ダッシュないんだ。え、これ、嘘？このゲームマジやばくない？どうしたらいいの？あ、ここ進んでいくとかそういうの？あ、なんかこういうとこ通ってたわ。で、落としてきたね。ここも進んでくるの。うわ、このゲームやばいわ。マジで怖い。ホラゲー慣れてないだけかもしんないけど。で、マウス操作ついついしちゃうね。なんか音変わったわ。今俺すっげー適当に進んでるけど、これ大丈夫？後ろ振り返るのとかめっちゃ怖い。単純操作しかない感じ？一応バックとかあるんだ。で、バックとか使うことないよね。あって何？先輩、あって何？あって何？あは大丈夫なの？アウトなの？怖い。あ、てか電池ない。あ、なんか出てきた。ルンバ出てきた、ルンバ。これルンバだ。めっちゃ面白かった。ああ、怖かった。で、これさ、絶対さ、知ってましたよね、先輩、これ。ねえ、先輩、あそこで出てくるの知ってたんでしょ、きっと。その、あーで止めたやつ。もうダメじゃないですか、言わなきゃ。
もう、ちょ、もう一回やる。でも、あそこに行っちゃダメってことは分かったよ。とりあえずね。で、ヨシエが来ることも分かった。電池満タン状態でこれ撮ったらどうなるのかな。はい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 。よし、ああ、前から来た、前から来た、あ、近い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 、もうダメ、ああ、助けて、あ、やばい、俺このゲーム向いてねえわ。やばい、精神が耐えられてない。ああ、で、近いな、逃げらんねえ。振り返るのも怖え。振り返ったら絶対やられる。ああ、ああ。あ、で、先輩、やっと教えてくれた。あ、うそ、あっちにいる。どうすればいいの。助けて。あ、リスタート地点、ここリスタート地点だよね。あ、あ、マウス操作意味ねえって分かってんの、あっちにいたね。あ、助けて。ちょ、全然進まないって。うわ、なに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 、何の音。あ、ここリスタート地点じゃん。え、で、左上の崖だから、こっちってことか。こっちってことだよね、きっと。あー、てか、電池とかねえよ。どうする、どうすればいいの。なくなったら死ぬのかな。あ、違う、電池1個、あるんだ。崖ってどこ、これが崖なのかな。あー怖え、ちょっと待って、もう俺、あー、ちょ、あー、もうダメだー、あー、無理だー、このゲーム無理ー、あー、あー、え、てかこれ絶対ヨシエくんじゃん。どうすればいいの、どうすればいいの、なんか変な音した。あー、あー、無理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 、絶対あいつ来る。あった、もうどうすればいいの、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 これやばい、こっから逃げれんかな。よし、どうだどうだどうだ、今かなり噛みったんじゃない。渾身のプレイだった、今思いついた。あそこで負けばいいって思いついた。あいつ延々とってくんだな。ああ、ね、先輩、今のうちに教えて、次のルート教えて。もう先輩しかいない、今回頼れるの。でも知ってる人いたら教えてほしい。やべえ、マジ心臓がやべえ。全くホラゲ慣れてないやつの恐怖の森、マジでやばい。バイオハザードぐらいかなと思ってた。動画見てたんだけどな。ゲームの選択よ。いや、ほんとそれ。俺今適当進んでるけど大丈夫かな、大丈夫かなっていうか、これ順序があるとしたら、これ適当にやっても全然クリアできんくない？あ、怖いわ。なんかもう何もかも怖い。ちょ、マジで、怖いわ。何が起きんの？うわ、ってかこれ行き止まってない？やばいじゃん。え、ってことはあいつ来るやつ？で、電池、ああ、どうすればいい、どうしたらいいんだ。行き止まりからの、あ、なんか大丈夫そうだ。いつものノブさんの声と違う。あ、もうなんか素なのかもしれない、これが。お疲れ様です。あ、浜子さん、お疲れ様です。もうこれ乗って帰りたい。ゲームの選択。皆さんこんにちは。登れる崖が国道沿いにある。登れる崖が国道沿いにある。これがバイク。これかな。どれのことだろう。パーツを取る際必ずモンスターに追いかけられるので注意。モンスター、さっきのやつか。こっち行ってみるか。あー、マジで無理だ。ちょっと待って、音量下げるわ。音量下げる、音量下げればまだいける、きっと。
音量でかすぎたんだ、わかった、音量がでかすぎた。ここかな、違うか。違うか。で、ヨシエ来ないな。左上がどこかが分かってないな。あれ、バイクから前方にまっすぐ進むと別の部品が取れる場所に行ける。あ、マジっすか。あ、てか電池ない。バイクがこれですもんね。ってことは前方はあっち。あ、やばい、もう手震えてるよ俺今。これこれか。まっすぐ進むと別の部品が取れる場所に行ける。てかヨシエ出ませんね。うわー、なんかこれ出んのかな。もう目つぶりたいよ、もう怖いって。怖い怖い。ここ開けてみる。なんか出んのかな、なんか出んのかな。あー、ダメー、いるいる、変なのいる。あー、なんか言ってるわ。あー、ダメダメ。あー、あの、今何起こりました。今の反則じゃないですか。あの今のどうしたらよかったの。私画面にフィルム貼ってるから画面余計に暗くて見えんし怖い。これ怖いですね、これ。いや、これ怖いですよ。ゆうとにさん、おばあです。目つぶったら見えへん。ゆうとにさん、こんばんは。こんばんは、皆さん、こんばんは。いや、マジで怖かった。電池がなくなったってことなんだ。ああ、そういうことなんだ。もうめっちゃ怖かった。あ、ってことは電池サクッと取って、今んとこ行けばいいのかな？あのモンスターはどうしたらいいんだろう？じゃあ、あのモンスターに出会うとこまで速攻行きますね、一回。レッツゴー。よし、まっすぐ行こう。まっすぐ行くよ。速攻まっすぐ行く。で、この電池取って速攻あのモンスターのとこ行くね。これね、 OK、 電池取った。で、ヨシエの音がする。ヨシエの音がするけど、とりあえず入ってみる。そしたらモンスターが出てくる。出てきてどうする？出る。出れない。出れないんですが。で、ヨシエもいる。あどうしたらいいの？入っちゃダメやったのかな？違う？じゃ、入っちゃダメ説で、向こう行ってみますね。よし、もう一回行くぞ。レッツゴー。ドラさんチャンネルよりノブさんを選んだ。マジっすか。すいません、ただの絶叫生放送で申し訳ない。しゃ、行くよ行くよ。で、ヨシエの音がしてきた。もうここでヨシエの音がしてくるのは必然なんだね。よし、こう言ってみる。いけない、まずいですね。いますね。ふう、あー、いるよー、助けてくれー。困りましたね。ヨシエのあの音なんとかなんないのかな。
入ってどっかで避難して回避。避難して回避か。なるほど。うわくわ。あ、こいつ越えてこれねえのか。なんで。じゃあ避難をしなきゃいけないのか。あー怖い。どこかで避難。どこで避難するんだろう。こっちに回り込めんのか。あ、そういうことか。よし、わかったぞ。じゃあ回ってみよう。行くよ。ほら怖い。よしよし、回るよ。回ってみたよ。あれあれ、ああ怖いよ。あ、じゃあこのまま回っていけるんじゃない。あ、やった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 ぜ。やったけど、ん？危ねえこいつ、怖っ。ん？なんか何も得られてないぞ。ん？困ったな。戻るしかないのかな。うちの近所こんな感じ。いや怖っ、マジっすか。めっちゃ怖いじゃないですか。バイク前方左側に登れる壁なかったっけ。アップデートされて地形変わったのかな、今みたいな容量。あ、はあ、はあ、はあ、あ、ってことはそこ行った方がいいってことですか。得られたんだよ。得られた。ん、得てないけど実は陰ながら得られてるってことか。さっきの場所は最後の逃走で必要なので得れなくて大丈夫。あ、なるほど。なんかそういう、そういう的なあれってことね。よし、じゃあとりあえずバイクに戻りますか。てかこれヨシエ来ない？で、電池ないね。アウトー、アウト、アウトじゃない。いける、なんとかいける。でも電池がない。ヨシエちゃんフォトショップで加工されてるの、ネットでよくあの顔何回も確かに見たことあるやつですよね。これ電池かな、電池かな、違うか、なんだろう。あー、もう電池ない。ダメだ、またヨシエちゃんドアップ。電池ないとダメじゃん。あー、もうダメだ、アウトだ。ああ、怖え、もう怖えって。もうやめてくれ。はあ。20分ぐらいやりましたね。もうだいぶ疲弊しました。正味。待って、電池どうやって増やすの。それなんですよ、電池どうやって増やすの。バイク前方左側に登れる壁がある、そこが大事なのか。それを探さなきゃいけないですね。いろんなところ探索すると落ちてます。あ、そうなの。なんかあんま見当たんなかった気がしたけど実はあるんだ。あ、ちなみに知ってる方教えてもらいたいんですけど、これ最速クリアの時間ってどれぐらいなんですか？あの、ガチの早い人。何分ぐらいでクリアできるゲームなんだろう。拾うんかい。電池そんな落ちてる場所ってどんな場所なんていう話なんですけどね。あー、マジで怖い。
マジで怖い。これみんな一人でやる。いや、これ一人でやれないですよね。これ絶対僕できないですわ。もうほんと、もう怖い。ほんとにガチで怖いもん。RTA5 分くらいじゃなかったですか、ね、これ、じゃあ、本気出したら5分でクリアできるんだ。マジか。いやー、どうしよう。本当に怖すぎたな。マジで怖いな。そこで出てくるって分かってれば怖くないんだろうけど。あー怖い。よし、もう一回行きますか。よし、さらに音量下げとこ。倍速モードありますよ。え、そうなの？え、このおまけとかですか？ちなみに。ロブさん、キャキャ言うのかわいい。でも素で言ってますね。ちょ、おまけをしてみますね。何これ。あ、なんかプロフィール出てきた。大宮健二さん。うわ、びっくりした。福井大学2年生。ああ、そうなんだ。あ、そういうプロフィールなんだ。びっくりした。マジで、もう。なんだよ、このシュールな設定。もう分かったよ。回収パーツの最短ルートとか覚えて、それぐらい。倍速モードもなんかちょっと見当たらないけれど、はあ、怖いな。もう行くか。はい、来ました。 OK、 来ました。はい、行きまーす。崖ね、これかな、違うかな、これかな。登りたいな、登りたいよ。ここじゃね。あ、登れた、登れたやつ、来た。これ来たわ。なんか怪しい石あるなと思ったけど。あれ、これまたなんか出んのかな。また出んのやだよ。もうやだやだ。もうびっくりする、させるのはやめてくれ。普通に脅かしてくれ。なんだ、なんか出んの。もうやめて、もう目つぶっていいですか。あー、で、よし、来たしな。こんなとこでヨシエ逃げらんないじゃん。もうどうすんだよ。で、なんか水の音するけど。ええ音はするけど、あれ、音遠のいた。おまけかモッドです。俺の人生におまけはない。あ、そういうことか。おまけでそういうのできるってことね。あー、これ絶対なんか起きるんじゃないの。もうやだ。うわ、行くしかない。行くぞ。目つぶる、目つぶるわ。もはや目つぶる、目つぶる。もう半目で行く、半目。あー、これなんか道分かれてるやつ。あー、分からんやつ。あー、怖い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 。そして電池ない。もうそろそろよし、家出番だこれ。ああ、もう目つぶる、目つぶる。もう無理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 。半目で行く。もう半目で行くしかない。もう道わからん。あ、でよし家の音するね。ああ、ってことはあっちによし家か。でもどうせ今電池でよし家出てくる。ああ、もう無理。誰か教えて。ああ、電池発見、電池発見。よっしゃー、決めた。よし家回避。ん？これマジで出口が分かりませんね。ん？あっちじゃないよな。こう来たもんな。ん？なんだ？これ謎ですね。水の音がしますね。ん？ん？分からんな。ん？なんだ？なんだろう？そうこうしてる間に
電池なくなるのやだな、やだなんだけど、やだ、やだ、あーなんか出た、パーツ拾ったよ、オッケーとかそういう話かな。これポーズとかできないの？ポーズ、ポーズなし？そういうのなし。先輩のアドバイスを待とう。あーここ吉江来ないんだ。あー安心だな。安心だけど電池なくなった吉江来るしな。くさー、あーってあいついんじゃん。え、ケンジいんじゃん。わーおでケンジ足速そうだよね。ポーズなし、確かそうだった。あーやっぱダメなんだ。あー電池もなくなってくるな。どうしたらいいんだろう。これ道わかんないとどうしようもなくない。あ、左下のこれか。これ集めてけってことか。あ、でそのパーツどこにあるのかを覚えたら最速でクリアできるってことか。で、一つが今のやつだったと。ははーん、そうか。ここの現在地知りたいな。別にあいつに追いかけられてもいいや。お、来いや、来いや。もう死んでも構わんぞ。これ欲しいな。これ何なんだろう。これは違うのか。あ、なんかもう死んでもいいやって気分になったら全然怖くなくなってきた。とか言って吉江には絶対ビビる自信ある。吉江とダブルで挟まれることないのかな。さっきなんかこの牛乳瓶みたいな形のやつゲットしてたはず。っていうか上にめっちゃ電柱噛んでんな。で吉江来たな。どっから来たんだ。左だな。この牛乳瓶みたいなのどこでゲットしたんだろう。あ、わかった、あそこだ。あ、であそこ吉江幕イベントってことか。はあ、はあ、理解したぞ。この2つまでは理解した。あれゲットして吉江ここに来て一周巻くんだ。うわ、やばやばやば。あ、嘘。何？ヨシエキッズみたいなの出てきたけど。はいはい、来たよ。ヨシエ来た、ヨシエ来た。来いや、来いや、来いや。あ、見えん。よし来た、よし来た、よし来た、よし来た。オッケー。よし、ここで、ここで巻く。よし。おっしゃ。2個目まで分かったぞ、アイテム。これでゲーム半分クリアしたようなもんってことか。違うかな。で3個目のアイテムがいるな。ちょっと待って、ヨシエ怖いから一回逃げる。あの電池なんか取れそうな系の雰囲気出してるけど、ここってヨシエ来んのかな。来る？あ、これない、これないやつ。オッケー。じゃあしばらくここにおろう。ここにいて考えよう。ん？ははははは。安全地帯から見るとお前ちょっと面白いな。へいへい。さてさて、この上の世界があるらしいな。でもわからんな。どうすればいいんだろう。最初の迷路の場所、さっきの顔面が迫ったところ、崖の場所、どっかの小屋。お、これは最強のアドバイスいただいた。迷路の場所にアイテムがあるのか。顔面が迫ったところがさっきのとこか。
で崖の場所とどっかの小屋、小屋はさっきのとこですよね。迷路がここですね。崖の場所が分かんないな。崖の場所がさっきのとこか。あ、電池のスペアがなくなっちゃった。ちょっともう一回死んでもいいんだけれど。道がわからん。あ、さっきのとこ来た。またケンジいるやつだな。崖の場所が行った。ん？で、迷路来た。顔面が迫ったところ。顔面が迫ったところ。うろ覚えなので間違ってるかも。とはいえ、でもそれしか頼るものが僕にはないのです。それしか頼るもの、あの上の電池、あ、よし、来た。上の電池取りたいんですけど、なんか登る方法ないんですかね。てかここ行ってないじゃん。あ、そうか。あ、で、あ、なんか階段出てきましたよ。これは一気に話が進んだんじゃないですか。で、あいつ追っかけてくるやつ、追っかけてこれる、追っかけてこれる、飛び降りれる。あ、でももうダメですね。電池アウトですね。今チラッとなんか見えたけど電池じゃないかな。違うか。電池がなかなかありませんね。もうそろそろアウトか。あ、電池拾った。ラッキー。もう一回階段上りチャレンジしたいな。よし、どこにいる？そこか。よし、いける。もう一回階段上ります。上の電池は取るの難しいので諦めた方が、あ、そうなんだ。あ、じゃあ諦めよう。なんかいっぱいあるから取れるのかなと思った。お、なんか新しい道来ましたよ。ういーす。なんか起きるやつかな。あ、やった。これ絶対来たやつじゃん。なんか起きるかな、なんか起きるかな。よし、来る。どうなる、どうする。家の中入ってくる。で、なんかいるね。なんかいたわ。なんかいたけど無視したわ。どうなってる今、状況どうなってる、どういう状況。とりあえず OK、 とりあえず進んだ。タイヤだけなんだけど。タイヤどこ？タイヤ知ってる人いませんか？知ってる人いませんか？っていうか、もう先輩しか頼りいねえ。タイヤ知りませんか？先輩。あ、ってか、先輩さっき言ってたんだ。いろんな場所。着きた。まっすぐ進んできたりしないよね。進んでくる？まっすぐ来たりする？どうなん？なんか、とりあえず、ちょっと先輩のコメント読もう。あいつ何やってんだ。あ、来たわ。タイヤはノブさんが最初に死んだ迷路。あ、ってことは、そういうこと？よし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 、行こう行こう行こう。
迷路どっちだ。こっちじゃない。よし、じゃあここぐるっと行きますか。ここぐるっと行って、で迷路あー行って、あー行ってってことか。よし。え、でもタイヤありましたっけ。なんか僕ゲットしてました？最後に行くとゲットできるとか、そういうパターンだったりします？化け物がタイヤを取った瞬間に追いかけてくるので、はぁはぁ、そこがラストスパートなんすね。はい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 。でタイヤはどこにあるんでしょう。こっちからこう来る、こう来て、こう逃げる。でタイヤはどこにある。ちょっと待って、先輩タイヤないっす。先輩タイヤないっすよ。タイヤありました。先輩ニコニコ顔、どういうことだ。で電池がないな。もう一回アタックする、この状況で。あいつ回ってんな。あっ、ちょっとどっちから来る。こう来た、こう来ました。あーあー、カン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 。どうしたらいいんや。いやこれもう電池アウトやぞ。ここまで来てアウトか。ちょっと中から見れんかな。タイヤどこにある。タイヤ、うわー、アウト。タイヤの場所がわからん。タイヤの場所がわからんぞ。いやでももうだいぶ慣れた。マジで速攻でクリアできるかも。タイヤの場所がわからんかったな。なんか秘密ある。森の迷路の一番奥にタイヤがある。あ、そっちか。あ、ここじゃなくてね、ここじゃなくて。あ、そうか、さっきんとこか。バーン出てきたとこだ。ということはちょっと先、そっち行ってみよう。先にそっちが知りたい。迷路こっちだったよね。違った？もう一回死ぬ覚悟で、あ、来た。もう一回死ぬ覚悟で迷路に行こう。で、タイヤだけ確認して、グッジョブ。で、化け物が追いかけてくるっていうのがわかんないけど、これ絶対先輩あえて言わないやつだよな。これネタバレしないぞって感じですよね、きっと。一番奥にある。これ今ダンゴムシ作戦で行ってます。ぶつかったら曲がる、ぶつかったら曲がる。音が近づいてるな。あ、これさっきのやつだ。また死ぬのかな。行ってみますか。
これじゃん。おい、来たー来たー、うえーい化け物追いかけてくるってそういう意味が。あ、がっつり追いかけてきますね。がっつり追いかけてきますね、これ。全然、全然、負けないじゃないですか。あ、あれ？どうなりました、僕。足音はするな。帰り道がわからん。あ、帰れた系か。よっしゃ。足音はするな。あれ、下降りちゃう？あー、これ元に戻っちゃってるかな。道がわかんねえのきついな。あー、これアウトかな。あれ？迷った。てるなぁ。困りましたね。で、ヨシエが近いな。すげえ、ユーマ巻いちゃった。あ、これ負けないものなんですか。ヨシエめっちゃ近くに落とするんですけど、これ下行ったらダメだよね。ヨシエなんでそんな近くで落とするんだ。あれ、これマジで道が分かりませんね。あー、ダメーダメーダメダメダメ、迷路内にヨシエは入ってきません。よっしゃ、迷路内にヨシエは入ってこない。あれ、なんか道東巡りしてない？あー、ダメだ、堂々巡りしてるわ。出口が分かんない、本当に。もう一回し死ぬしかないやつかな。あー、ダメだー、あー、あー、厳しいな、厳しいぞ。いや、でもいける。これさえ、あいつさえいなせばいけることは分かった。道を覚えなきゃいけないってことか。右、左、左、右、右、左、右。もうここはなんかさっき適当に行ったらいけたから、なんかこの感覚、このダンゴムシ感覚で行けばいける。ここな、ここ、ここに行きたいんだよ、後で。これさっき右行った気がする。どうなってるか見とこう。こういう道か。ダンゴムシ、ここな、ここな、こう来たよ。ざっくりざっくりイメージとこ。おし、来た、速攻来たじゃん。タイヤある、タイヤある。よし、来た、行くぞ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 、おっしゃー、来たー、よし行くぞ行くぞ。あ、で、電池ないや。あ、これ電池先取っとかんと無理なやつか。あれ、ここ右じゃなかったっけ。でも道ないし、いいか。 OKOK、 絶対道覚えてる。大丈夫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 、絶対こういった、絶対こう来た、絶対こう来た。よし、ここだ、よし、絶対正解。っしゃ、こっからの道覚えてないや。逆にこっからの道覚えてないや。あー、もう電池ないな、しまったな。まあ、でも、あー、うっそ、ええなんか、え、うそ、なんか意味は、絶対ぶつかったと思うけど助かったわ。やったぜ、電池くれ。
電池ないっすか。電池どっかに、あーダメか。で、今ずっと追いかけてきてましたよね、あいつ。っていうことはタイヤは後にしなきゃいけないのかな。タイヤは一番最後に取りに行って逃げて、で最後の柵を何かに使うってことですよね。あの柵を、あのユーマを巻くのかな。っていう仮説でいきますか。っていうことは順番としては、崖から、先輩崖から行くって言ってたな。崖から行こう。崖っていうか登るとこ、登るとこ行って小屋2つ攻めて、で迷路行って、であの柵行こう。あ、しまった。あ、あれ、あ、なんかミスった。電池取った方が良かったかな。ユーマは最後に取ってバイクにアクセス。 OK です。了解です。OK。 なんか落とした。なんか後ろにいない？なんか後ろにいない？なんか音するよ。なんかいない？気のせいで？なんか音するなぁ。なんか音がするなぁ。怖いなぁ。よいしょ。よし、行きましょう、行きましょう。よし、小屋行きましょう、小屋。ここ、現在地どこ？ここはどこ？こっちじゃないな。ん？違うな。ここ。あー、まあどっちの小屋でもいいか。いや、でも、効率悪いか。あっちに小屋あったよね、確か。違ったっけ？後ろか。後ろにいるな。ちょっとこの電池もらおう。電池もらって、あっちじゃなかったっけ。合ってるか、いや違うか。合ってないな。小屋の場所忘れちゃった。なんかあるけど、うい、来た。オッケーオッケーオッケー。あ、てか、ヨシエって足速くないな。だいぶこなれてきてしまった、このゲームに。崖、ヨシエもどき。崖、何も取れないところ、ウーマ。そういうことか。あれ、ってか小屋がマジで見当たらなくなってしまった何やっとんねん俺。あれ、なんで小屋わかんなくなっちゃったんだろう。どこにあるんだろう。あれ、絶対ここら辺にないとおかしくない？え、なんでないんだ。あれ、全然違ったっけ。こんな感じでなんか行ったような気がしたんだけどな。あー、やばい、
こんなんで時間使うのもったいないな。いや別にタイムアタックはしてないんだけど。何か間違えてる？あ、ここじゃね？あ、ここじゃん。もう遠回りしたな。画面黒いから自分の顔が映り込んでめっちゃビビった。セルフヨシエ。ここでさっきのやつ出てくれたんですよね。はい、もう慣れたよ。で、ここで一回ヨシエを巻きたいって話ですよね。なんで止まってんだ、あいつ。来てくれよ。あ、来た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 。来ないとね。よし。よっしゃ、行きますか。で、ここで巻きます。次。こっち行きますよ。ちょっと今噛みました。さっきのあのネジみたいなやつを取りに行きましょう。森が深いな。電池が欲しい。何せ電池が欲しい。ここなんか何気に障害物が多い。で、これをゲットして、わあ、もうビビるから、もうヨシエどこにいるんだろう。なんだっけ、鍵、何も得れないところ。あ、そういうことか。で、ヨシエどこにいる？わからん。あ、なんかすごい音がいかんかちになった。何も得れないところに行くと。ヨシエ引っ張ったまま行っても大丈夫なのかな。よし、ここももうバッチリ大丈夫。いける、絶対いける。で、ケンジが出てきて、で、回り込むとここで戻ってくるから。戻ってこない、来ないの？あ、来るよね。来るから、からのぐるり。あいつ嫌なところにいるな。そこにいちゃダメでしょ、君。待て。入れないな。これはやられたか。この。だよね。今、ヨシエ連れてっちゃダメだったみたいな話で合ってますかね。一応確認しよう。先輩のコメントを確認してから行こう。ああ、だいぶ慣れた。もう白芯のブロックに草生い茂って林となり森となった。森となりました。ていうかこれユート兄さんも詳しいんですよね。順番変えるのもいいかも。ヨシエが待ち伏せするのは珍しい。あ、そうなんだ。
あはーん。もう彼女みたいだよ、ね。いや、そんなことはない。もう彼女は嫌だ。福井大生。ヨシエが待ち伏せするの珍しいのか。しょっぱな速攻行って、小屋からの、あ、崖。崖はさっきとか。崖、小屋、うまで行ってみますか。よし。じゃあ、檻から行ってみますよ。今度は。逆だわ。逆か？逆だわ。しょっぱなミスった。今のミス痛かったかな、もしかして。お、来た。これ巻かずに行ったらやっぱダメなのかな。先こっち行きますか。仕方ないですね。これの次にあっち行ってみよう。ヨシエの音がしてる状態であそこ行くのは良くないのかもわからんすね。ヨシエの音がする。で、なんかの音がする。なんかお、やっぱ、なんかいるよねっていう音がするんだよな。これなんかいんのかな、やっぱ。あ、ちょっと。絶対いる音するもんな。道に出て、バイクだから、後ろか。違う、後ろじゃない、前だ。あれ、ヨシエの音がしちゃってるね。なんとかならないんですかね。回っても一緒か。回っても一緒だよな。あ、音消えた。よし、これで行ってみよう。僕はラフトと同じパターンですね。実況動画見すぎました。なるほどな。あ、じゃあもうそれでパターン知っちゃってるみたいな。はいはい。あれ？あ、そこにはまるパターンってあるの？はーい。あ、嘘！来てんじゃん！あ、これ、アウトかな？アウトしたかな？なんとかならないか。マジかー。どうしたらいいんだ？どうしたらいいんだ？もっと本当に速攻行こう。あ、違う、こっちだって。こっちだ、こっち。しょっぱな速攻ちゃんと行けたらなんとかなるとかないかな。ダメだ。来るわ。もう一回やってみようか。ヨシエしばらく見つめてたら消える説？マジっすか？
それめっちゃ熱い話ですね。またそこハマって、あで、ヨシエ来た。よいしょ、ヨシエ来た。ちょっと待ってみますか。じゃあ今回こわ、これマジでリアルで来たら本当腰抜かしますね。とんでもねえ状況だ。しばらく見つめててみる。これ消えるパターンあったらマジで面白いですね。電池との勝負ですよ。あいつ怖い。あ、本当に消えた。消えた。やったー、自由だー。いや、これでもうだいぶこのゲーム今かなり終わりに近づきましたよね。あ、もう一回来たよ。で、ここでうまく登れなかったらやばいぞ。よし、登れた。よし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 。あとはパンパンパンと集めて逃げてバイクですか。なんか声すんだよな。あいつ絶対いるよな。よいしょ、オッケー。声がするだけで実はいないのかな。でも絶対いる音がするんだよな。でもすぐそこにいる音がするんだけど。さっきからずっと同じこの道行ってんな。いやでもすげえ声近いけど。あ、でいつもこうなるよね。いやいや、めっちゃ近いって。本当に近い。どういうこと。で、この電池ゲットして速攻で、パララン、また小屋小屋行きたいですね。こっち行きますか。iPad に変えたからより怖い。画面のデカさ分のね。はい。はい、来た。よし、来た。よし。よし。OK。からの。次の小屋。こっちか？こっちだな。こっちだ。オッケー。ここだ。よしよしよし。完璧。完璧に覚えてる。あれ？あんなとこにいるあいつ。大丈夫かな。別に追っかけてこなくてもいいのか。別にあそこにいてくれたらそれはそれでありがたいか。タイヤ取ってバイクですか。バイクってなんか操作いりますかね。
なんというか。揃った状態でバイク行ったらもうエンドって感じなんですかね。あ、ここまた覚えとかなきゃ。こっからだな。ここの道、ここをマジで覚えとくぞ。ここな、ここから出てくるからな。こうで右左で、こういう時はしょうがない。さっきの道右だな。よし、オッケー。さっきの道右、さっきのとこ右な。さっきのとこ右、さっきのとこ右。オッケー、行くぞ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 。バイク操作する？マジっすか？え、なんか操作出てきます？なんか追いかけられてたらもうやばい？おっしゃー、行くぞー行くぞある。突き当たりは右、突き当たりは右に間違えてる。道間違えてる。マジでここまで来て、うそ。皆さん申し訳ない、道間違えたらしい。あれ、道間違えたの？マジ？くそ。ちょっとコメントを見て心を和ませます。今失敗したのちょっと辛かった。やったぜ、好き。変態、変態クソし方恋するとか言われたら怖い。いや、めっちゃ恋したもんね。やっぱり猫さんもその道を通ってきたんですね。操作ありますよ、障害物あるので気をつけて。障害物を避けるだけなので化け物に追いかけられてても大丈夫です。またツイッターの TL で盛り合うしかない。はっきりわかんない。なんか、これ、なんか会話の定型文みたいな感じがするな。初見1時間でここまでできるのセンスあります。あ、マジっすか？もうちょいでクリアできそうっすよね、でも。ゆうとにさんと猫さんが言っちゃすけど。今ツイッターの赤が制限されてるので盛り合えないまた制限されてるのよっしゃ、行きますよ。じゃあまた開始、あっちの柵から行くコースで行きますわ。いやでもな、ちょっともう一回死んでもいいからあっちクリアしようかな。あー、どうしようかな、悩ましいな。迷路をちゃんと覚えないとダメですね。お、よしえ、あそこにいる。よいしょ。おお、来た来た来た。そういうパターンもあるんだ。よし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 、いい。よしえが来ないな。てか、そこにいるんだろうな。ここにいるってことだよね、きっと。違う。あ、あっちにいるんだ。登りたいな。登れるかな。よいしょ、登れた。よっしゃ。めっちゃ声するってマジで。はっはっはっは。でも一回も出てないんだよな。
ほらもうめっちゃ走ってる音するもん。でもいないんだよな。いつものデフォルトルート。ほらもういるじゃん。あ、またこっち行っちゃった。なんだよこの音、もうやめてくれ。もう近すぎるって。よし、順調順調で、ヨシエがあっちからか。あの小屋行くにはちょっとヨシエさん近くないっすかっていうのあるね。先にこっち行ってあっち行って、電池めっちゃあるやん。やばい、電池の量は実力の量。知らんけど、でもきっとそう。この人は何なんだろう。お、速攻来た。入ってくるかな。おっと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 、良くない感じかな。あ、なんか負けたっぽいな。よし、電池ありすぎだろ。でこのまま迷路と行きたいとこだけど、もう一個あっちをクリアしなきゃいけない。あれ、どこだっけ。ここか。電池5個、やば。チラチラとコメント欄をチェック。よし、今だ。コメントを見る。今ツイッターの赤が制限されてる、猫さんいないなって思った、みんなの TL をエロイラストで埋めれないのじゃ。それな。この世界って電池バブル起きそう。こんな波か。あれ、まあ、まあそういうパターンもあんのか。いきなり来たらやだな。あとは迷路行って操作か。で、障害物って何のことか分かんないんだよな。そこが未体験。ここの道、さっき道間違えたもんな。どこ間違えたんだろう。右行かなきゃいけないとこ、どっか左行ったんだろうな。よし、行くぞ。そうそう、順々に。多分ここだな。ここ間違えたんだな、きっと。ここ、こう行かなきゃいけなかったんだな。ここ覚えられるかが勝負だな。坂が1個、2個、3個。ちっちゃい坂1個に2個登って、こう来て、で、右、左、右、で、出口か。よし。その後大丈夫かな。その後心配だな。
最初入ってくるとき左から入ってきたからこう行けばいいのか。あとはダンゴムシ行くか。心配だな。リハーサルしとこうかな。リハーサルしといた方がいいな。よしえって来るかな。ちょっと音するな。やめとこ。リハなしで行こう。よし、道は完全に覚えた。うん、オッケーオッケー。そういえばノブさん、ラフトは当分やらんのですか？あ、やりますよ。ちょっと気分転換にホラゲとかもいいかなと思ってやってみた次第です。次回ラフトやりますね。イオンの電池コーナーにお一人様100個までの煽り張り紙貼ってありそう。お一人様100個まで買ってみるもんなら買ってみろと。電池100個はハイパーインフレ。もう一巡忘れました。猫さんのツイートのリンク先見れないのある。草一つまみ。草一つまみって表現実は初めて見た。これさ、向こうにほら電池あるからさ、これ絶対トラップなんだよね。あ、ちょっと遅れた。やべやべやべ、ちょっと初動遅れた。道順は覚えてる、絶対大丈夫。1個目の緩い坂登って2つ坂を登ったら右行って、あとはダンゴムシ。で、原付の操作が何より心配で、そこ未体験ですからね。で、この後もこいつ追っかけてきちゃうんですよね。はい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 。で、こっからだな。こっから、あー、今んとこを間違えたのかな。あー、間違えてるな。あ、でも結果としてなんとかなった。で、バイク来たよ。ねえ、どうなるの？どうなるの？なんか操作出んの？うわ、来た！ A と D で？ A と D で操作？ OK。A と D で操作ね。待て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 。待て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 。どういうことだ？どういうことだ？意味がわからん、意味がわからん。意味がわからん。あ、そういうことか。OK。よし。ちょ、待て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 、おいおい。後ろで声がするね。あ、これクリアしたんじゃね？やりましたわ。内田和樹。やりましたわ、僕。マジ？あ、この人須藤蓮って言うんだ。お、クリアしてもた。え、この人誰？あ、途中で出てきた人かな。未知の生命体言うて出た。もう、リンク先見れないのありますか？ホラー絵師がまた凍結されたのかも。ここで草を一つの、いや、なんか登録しなきゃみたいな。ツイッター運営はハッシュタグつけてライブをなくそうとか抜かしてる暇人おっさん、制限内凍結してくるな。へえ。ライブをなくそうって言ってる人がいるんだ。クリアおめでとうございます。うまくて笑った。二次エトピクシブですね。あれは登録しないと見れないんです。パチパチパチ。クリアおめでたい。ありがとうございます。そうなんだ、ピクシブって登録しないと見れないんだ。いやー、クリアしましたわ。そして1時間20分ぐらいですね。1時間20分でクリア。アーカイブ残しとこう。ライブじゃなくてライブ、あー